ガジェットウェアをご覧の皆様、こんにちは。株式会社バンダイコレクターズ事業部の土田です。本日は、こちらにあります、大人の超合金アポロ11号&サターン5型ロケットのご紹介をさせていただきます。こちらのアポロ11号ですけれども、昨年の3月に大人の超合金の第1弾として発売しました。おかげさまで大変お客様にも好評いただきまして、今お店で見つけるのもなかなか難しいという形ですけれども、ぜひ今回のこの VTR を見た方でですね、興味を持った方はぜひいろいろ探していただければなと思っております。それではこちらのですね、商品について説明したいと思います。まずは大きさですけれども、非常に大きなサイズになっておりまして、こちら全長が約760ミリというサイズになっています。こちらのスケールはですね、144分の1スケールというスケールになってまして、実物を144分の1に縮めた形になってますが、今回この商品を開発するにあたりましてですね、アポロの模型は今までいくつか出てたんですけれども、世界で一番よくできている模型を作ろうという思いがありましたので、さまざまな資料をですね、探してきたり、あとはこちらのアポロ11号に非常に詳しい方のですね、お話を聞いたりして、かなり実機に忠実に作ることができたモデルとなっています。こちらの商品ですが、すでに彩色はされている状態になりますので、箱から出していただいてですね、簡単に組み立てていただければ、このような状態で、ディスプレイすることができます。それではですね、こちらの商品の、まずポイントですけれども、こちら実機同様に、商品を開発してますので、実機同様な分割ができるというのがポイントになってます。後ほど分割してみたいと思っております。またあとこちらの台座ですね、こちらのですね、この天面の部分が、実は、鏡面のような形になってまして、上から見るとですね、この下のエンジンノズルを、きちっと確認することができるような、ディスプレイ、スタンドになっております。またこの前の部分にですね、月面をイメージしましたパネルがついてまして、こちらの前に、このアメリカの国旗であるとか、あとは宇宙飛行士のフィギュアですね、こちらの方も商品に入っていますが、こう並べていただいて、月面に着陸した瞬間をこういうように再現することができます。また初回生産分に限ってなんですが、こちらのコマンドモジュールですね、こちらがついてきます。ちょっとこのような色をしてますが、こちらがですね、大気圏を突入して最後帰ってきた時の、コマンドモジュールが、初回特典としてついてます。はい、それでは、分割してみたいと思います。まずはこちら ELS と言いますが、こちらが分割できるようになってます。続きまして、こちらですけれども、コマンドモジュールとサービスモジュール、こちらに、2つに分割することができます。はい、こちらはですね、第3弾ロケットですけども、こちらも分割することができます。こちらが、第2弾ロケットですね、こちらの方も分解することができます。またこちらですね、これインターステージというパーツになるんですけども、こちらも分解することができます。中のこのタンクですね、こちらの方も再現しています。
してですね、これが1段ロケットになりますけども、こちらの方も、これインターステージと言いますが、こちらも分割することができます。ここのタンクの再現であるとか、こちらのエンジンノズルですね、こちらの方も再現されています。今、分割したんですけども、実は、実機の分割は、1段ロケットから、分割していく形になりますので、今の逆の方向からやっていただくと、実機のような、分割を楽しむことができます。ぜひ、お家でやってみてください。あとですね、これ月着陸船ですけれども、こちらも分割することができます。最後ですね、月面から、宇宙飛行士が帰るときは、実はこの上の部分だけが飛んで帰ってくるんですけども、それも再現することができます、ね、ぜひ、お家でですね、月面着陸楽しんでいただければなと思っております。次回は、第2弾、大人の超合金第2弾の、スペースシャトルをご紹介したいと思います。ありがとうございました。